茶飲み行かない？そこの黄色いセーターの女の子、チェバイキン見るような目で傷つけよな、まったく。何かな、バカの一つ覚えみたいに同じセリフばっかし言ってんのがいけないのかな。それはまあ流行りすたりってのもあるかもしんないし、変えてみようか、飛ばさないかい、港までのハイウェイ、しっかり腰に捕まっていれば怖くない。風が途中で潮風に変わったら戻ってこよう。この街のアリスたち、少し気取ったシティスティッカーズ、ファッションだし真似しては心そわそわ、シティスティッカーズ。西は大阪ナンバーストリート、ここは原宿表参道ナンバーストリート。あれあれ、手なんか繋いじゃって気味悪いな。どうして女って女同士ぴったりくっついて歩くんだろう。こればっかしは男には分かんねえな。あー分かんねえ。大抵どっちか引き立て役になっちゃうのに。あ、かなりいい線いってるよ。ほらそこの二人連れの髪の長い方の子だよ。踊らないかい、10日前にオープン、そこを曲がると朝まで騒げる店がある。誰に聞くのか、物好きがどこからか集まってくる。この街のアリスたち、不思議な国のシティスティッカーズ、カタログ雑誌抱えてはメッセンジャーのキャロ、シティスティッカーズ。西は大阪ナンバーストリート、ここは原宿表参道ナンパストリート、西は大阪ナンパストリート、ここは原宿表参道ナンパストリート。チェッ、ついてねえな今日は。